足摺り型給油艦は日本海軍の給油艦。航空母艦への航空機用軽質油補給艦である。同系艦は2隻が建造された。足摺り型は昭和15年度決定のマルリン計画により昭和16年度艦艇製造費で建造された空母随伴用の8000トン型給油艦である。4計画で建造された須の先に続く艦であるが 補給品搭載量は約2倍であり、大型空母2隻に航空機用ガソリンを給油できる能力を持たせた。当初は、軽出油の運搬、補給を主とする極簡単な艦型とする予定だったが、爆弾、魚雷、弾薬から量食、真水も補給し、さらに航空機機材の搭載も要求されたため、軍艦形式に近い艦型となった。艦の中央部は、 軽質油タンクとし、空母のそれと同じ全溶接構造で作られた。その周囲には、空所が設けられ、一万一漏えいした際に、ここに滞留するようにし、またバラストタンクとも兼用した。全部マスト後部の甲板上に防原物として、使用する18トンの浮き船を2個搭載し、その上げ下ろしのために、 全部マストも頑丈な三脚マストとして20トンの大型クレーンが装備された。艦の後方には、機械室上の中間板に補給用潤滑油庫を設け、ドラム缶に詰めた潤滑油を収めた。また飛行機部品格納所や補給用弾薬庫も設けられ、後部マストに装備した5トンデリック4機で積み下ろしをした。足ずり型は、 三菱重工業長崎造船所で2隻建造され、1943年に、春光、運送館に類別された。春光後は、南方からのガソリン輸送に使用され、シンガポールやバリックパパンなどと、内地やサイパンなどの各地を往復、1944年6月に、両艦とも戦没した。そのため当初想定していた。 機動部隊に随伴し空母に給油するという機会は一度も訪れなかった。福井ピアニッシも390から391では連装機銃2機になっている。日本海軍全艦艇,艇士 P864 掲載の足釣りの孔子児の写真では3連装機銃を搭載。同 P865 の用屋の孔子児の写真では機銃はまだ未搭載。 日本海軍艦艇図面集、P114 図83の、塩や塩や一般偽装図は3連装機1 2期。日本海軍特務艦船士、P24 では、形質輸石材量2320トン、補給用弾薬など880トンとなっている。ありがとうございます。